これ全部使う？いや、そんな風かね。どっちが下と上？上かじゃん。ほんと？これもうじゃあ入れちゃうわ、もうスープ。ああ、で、沸騰をまずさせるわ、沸騰。ああ、で、肉を入れると。ああ、なんか割り箸とかない？その、あ、菜箸が溶けちゃってるけど、さっきこの間、待って、これさ、どこに捨てるよ、この、これは。ああ、ちょっとこの袋、これ、ああ、それで、あ、なんか、ああ、レタス、白菜切ってる時に大声が入ってた、急に虫出てきちゃって。そう、でっけえ虫出てきた、うん、虫。どういう大きさよ、人差し指ぐらい？もうほんとこんな感じの。そんなに？すごいでかい。めっちゃ気持ち悪かった。誰と比べて？キモコロと比べて？キモコロの方がキモいな。まああんだけ大きいやな、うん、気持ち悪いよさ。気持ち悪い、人間にしても気持ち悪いから。全盛期のキモコロは本当にやばかった。これで何？どれだ？こっちか。ああ、それで、あれ、肉は肉、肉、その中で。すいません、勝手に開けさせてもらいます。あとでくれ、押し入ってねえだろ。洗ったか？あ、洗うでしょ。水通した。水これからだ。これ肉全部入れていいのかな。あ、いいよ、どうせ食べるか。まあ余ったらな。明日食え、明日。山田だっせな。あ、でもほんと味噌の、あれだな、ラーメンの味噌の匂いだな。あ、いいね。これでいいだろ。いや、寒いな、なんか。いや、つけてるだろ。震えが止まらん。風邪ひいとけ。風邪薬ぐらいの間だと。寒いな。入浴剤。ああ。ちょっと今日は。え？赤い入浴剤にしようかな。赤い入浴剤でも使うかな、今日は。知らんよ。知らねえよ。どういうことや。何を見て思いついた。今日は赤い入浴剤でも使うか、今日は。好きにしろよ。どういう関連があるの。これ沸騰したら止めた方がいいとかって、そんな変わるの？止めるとかで。いや、変わんないでしょ。強火でガンガンいける。いや、宣伝ごめん、1分22秒の宣伝垂れ流しですんなよ。プレミア入るよ、そしたら。いや、価値あるプレミア。 YouTube れプレミア900円ぐらいでしょ。980円。いや、そんぐらいするでしょ。高すぎるだろ、YouTube ごとくの。これほぐさずに入れてもいい。あ、ないよ、もう。飛んだらどうする、はい、飛んだ場合の。いいよ、服の。ネギ2本使わないでしょ。どうだ、1本まず切ってみる。絶対少ないと思うぞ。まあ、多少はほぐして。え、こんなんでいいか。十分だよ、そんな食わないよ。悪いじゃん、肉しか食わない。首にネギ巻いて寝とけ。いや、もう風邪治ってる。10月にも風邪ひいたし、先週ぐらいの風邪。しょうもな、入社したてで急に会社休んだ。子供かよ、子供。いや、びっくりした。2ヶ月に1回風邪ひいてる。子供か。入れていいか、これ。つまり1回これで、うん、開く。1回沸騰させるわ、これ。もう1回開く。開くでしょ。で、そのインそれは。いや、開くが開くでしょ。開くとって待って、これさ、あれなかった、なんかシャウエッセンとか。
あれあるよ。シャウエッセンも入れた方がいいの？シャウエッセンもう入れんの？全部入れる？それ流すわ。全部入れたの？今後の楽しみとして取っとくか。楽しみとして流すわ。よし、一つは入れる。多少沸騰してきたわ。うん、いや、これもう普通にさ、ここに麺入れてくっていう、うまいんじゃないの？いや、うまいでしょ。ちょっと麺、これは切っていいか、麺、麺をまずは絵に入れるわこれ、いや、もやし最後だろ、普通。いやいや、しなしななんだろ白菜ともやしは最後だろ。うるせえな。 YouTuber じゃん。こうやってやれよ、こうやって。違うよ、ピント合わせるためになんかやんじゃん。顔にピントいかないよ。 YouTuber か。いや、瀬戸さんよくやってるあれ、よし、じゃあもう野菜入れちゃっていいよ。あ、これ、これ使うの使ってもいいし、使うの使ってもいいし、はい、いいよ。ネギなんか足りないんじゃないか。豆腐忘れたよ。で、豆腐はいい。嘘言っとくけど。やべ、豆腐ないよな。豆腐はいい。あれ、キムチあるけど。いや、いらないでしょ。いや、違う、キムチいつもあるよ。あれ、この白菜まだ入れないの今、ずっと見てるけど。白菜はしゃぶしゃぶ風っていうか、最後でいいじゃん。いやいや、今、あ、餃子は餃子入れてないじゃん。餃子餃子だから早く入れない。ちょっと、早めに言ってよ。いや、早く入れろ。とりあえず4で8個入れとくか。 あんまり入れすぎてもあれでしょ。余裕8個入れたらさ、あとこれはあの4個で入れてくれよ。それだけ焼くわけないんだからそれだけ焼くためにフライパンと蓋用意したくないよ。入れとくよ。本当にわがままだな。いやいや、わがままとかじゃなくて入れようよ。あ、普通これしかも本当だったら下の方に入れとくべきだな。そりゃそうだ。肉の下に本当に合うの？それ本当に合うのって何に対して言ってるの？いや、入れたいって言ってたけど想像つかない。水餃子食っとだろ。水餃子、うん、それよ、それそれ焼き餃子じゃん。焼くために開発されてんだから。あ、もうそれでしか見てねえんだな。え、それでしか物事を見てないわけ。いや、そうだよ。あれ、白菜これ、あ、干し柿あるけど入れる？今？入れろって、ここに入れろ。これは美味しくなるぞ。生姜足りなかったらチューブもあるけど。どうする？もう白菜入れるか。じゃあまあ入れてもいいけど、ネギってどうやって保管するんだろう。それ切って、あ、切ってるか。ジップロックとかでパッとこう入れるか。ああ、どんべえな、食う時間なかった。後で食うか。もうさ、これ白菜入れるよ。あ、袋こっち使えばよかった。入れるよ、もう。あ、入れろ、うん、言われる前にあれ全部入れないでしょ、さすがに。じゃこれだけ入れ。絶対今の勢いだったら入れそうだったよ。だって後で足すんでしょ。だっていや、そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。いや、だけどやっぱ赤い入浴剤かな。何の話してんの急に。間違ってたの、これ。全然鍋を映ってないよ。そりゃそうでしょ。鍋を映してないよ。これ何、長いな。44分。何見んの？
ってる。何見ながら食うの？ネットフリックスかなんかあるだろう。今んとここの4つが入ってる。まあ、Hulu でもいいし。あれ、ブラックパンサー見たの？うん。あ、見たんだ。4回ぐらい泣いたか。いや、泣くよな、あれは。あれはちょっと歴代でも結構トップレベルになりました。それじゃあそれじゃあ最後にもやしを入れて。もういいでしょ。え、もういいでしょ。もやし入れるよ。今入れろ。もやしも全部じゃないでしょ。え、もやしも全部じゃないよ。何でも聞かなきゃね、怒られるからさ。そりゃそうだ。適当にやんないで。好きにやらせてもらえないんだよ、だから。そりゃそうだ。この YouTube もね、好きにはやらせてもらえてないんです。好きやってんだろ。好き。本当だったら、まあ、でもか、見るもんないでしょ。何を見ようとしてるの？え？何を見たいの？見たいのがないの。じゃあ探せ。イッテQとかガキの使いある。あ、ヒロアカな先週も見てないんだよな、まだ。あ、映画ね、映画。あのなんか見てね。バックトゥザフューチャーあるじゃん。あ、天皇の料理版ある。じゃあその下の下、息子よ。おお、シーハルク見た？あんまり評判良くないですね。え？あんまり評判良くないやつね。ああ、会社の人が面白いって言ってた。どこの会社の？今の会社の人。どんな風に面白いって言ってたの？いや、なんかね、これから必ず関わってくるから絶対見たくない。それ言ったら全部じゃん。いや、なんか特にそれが前提になりそうだ。そういったら全部じゃない？知らんけど。そう言うんだったら。有白書があるよ、有白書。有白書もいいの？どの辺がいいの？この、何辺がいいの？まあ、待って、ちょっとさ、あれ。新作の、あれ、グラス。これじゃん。オニオン。ナイルズラードってそんな面白くなかったんだよな。え？ナイブズアウトってそんなに面白くなかったんだよな。ああ、前作ね、それの前作見てねえよ。なんだこれ、あれだったんだ、続編だったんだ。これネットフリックス限定じゃないの？限定じゃん。と左のさ、項目の中のさ、ああ新着いいな。あ、グデタマでいいじゃん。グデタマでいいじゃん。いや、ちょっと、いや、ちょっと見て。アリトルシングスね。レトウさん出てる。あれなんだっけ、ランっていう映画って。ネットフリックスじゃなかったっけな。ラン。ラン。あれ言うやん。これめっちゃ面白い。あれ言うね、言う。
ベターコールソールも面白いけど、これも相当面白い。知ってる？いや、知ってる知ってる。やばい。知ってる知ってる。新作が2月と3月に。あ、そのダーマーもやばい。やばい。見た。ダーマーやばい。グロすぎ。あれだろ？あの俳優さん、X-Men って言ってたやつだ。お、これ生姜の香りしてきたぞ。旨味が溢れてんじゃん、餃子。うん、汁こぼれてる。嘘。何、ラン？いや、何を見るんだ。何を見る？ただのライブでも見るな。空白にするか？空白。胸くそ悪い映画にするか？いや、別にいいけど。トーリーさん出てんでしょ。ないな、ネットフリックスもあんまり。ないよ。解約しようか迷ってるぐらい。アマプラか、ああ、フールだな、今見るとして。アマプラ、呪術廻戦。ごめん、どんぐらいいんだよ。じゃあ早速いってもらおうか。